演じる高校生の皆さん、こんにちは。京都芸術大学舞台芸術学科の平井です。早いものでこれ4回目の演技のレッスンですね。3回目までいかがだったでしょうか。いろいろやってみてくれましたか。実は演技のワークショップはこの4回目までが、今回のところ最後になります。今日で最後になります。なので今日はちょっと趣向を変えて、今までとは違うレッスンの仕方を試して見ようかなっていうふうに思っています。今までは、一人でどちらかというと、お部屋の中で皆さんに、やっていただいてたんですけれど、今日は、ね、やっぱりこう他の部員の人たちとか、友達とやりたいじゃないですか。で、Zoom などを使ってオンラインでみんなとつないでやる練習の方法を紹介したいと思っています。じゃあ早速やってみましょう。今日はですね、京都芸術大学舞台芸術学科の4回生の学生2人に、入ってきてもらっています。じゃあちょっと2人に演じてもらうような形で、試していこうかなっていうふうに思います。じゃあお二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ早速なんですけれども、嘘本当っていうのをやってみようかなっていうふうに思います。これ、片方の人が、これ二人でやるエクササイズです。で、コミュニケーションエクササイズです。で、片方の人が嘘っていうセリフを言って、片方の人が本当っていうセリフを言います。で、それをひたすら、リピートするんだけど、誰かがね、こうやってね、リードしてた方がいいね。そこまでにしようかみたいなこと、リードしていた方がいいかなっていうふうに思います。やめって言われるまでやってる人は続けてみてください。でこの時に大切なことが、これがこのエクササイズのポイントです。演技っていうのは、反応っていうのがとても大切です。相手役にいかに反応するかってことは、これも演技の基礎中の基礎です。演技のことを英語でアクティングって言います。だからアクターっていうのね。だけど実際にはアクティングではなくてリアクティングです。演技はリアクティングです。なので普段皆さん演技をするとき、ついつい自分のセリフばっかりね、こう意識がいっちゃって、どうやってあのセリフ言おうかなみたいなことを考えていて、相手役がどうセリフを言ったのか、どう見えているのかみたいなことを受け入れないままに自分のセリフだけ言っちゃったりすることがあるかなと思うんだけど、それはあまり正しい演技の仕方ではありません。あくまでも相手を受け入れ、そのリアクションとして自分のセリフを使っていくっていうのが正しい、演技のあり方です。そのリアクションの仕方、これを覚えていくエクササイズになります。じゃあちょっとですね、どうしようかな。加藤くんの方嘘にしようかな。こっちが嘘で、はい。でももちゃんの方が、本当でよろしいですか。はい、ちょっとやってみようか。わかりました。でついこれ、今 Zoom でつないでるんですけど、こういうのでつないだ時ってこう自分の顔を見ちゃうと思うんだけど、やっぱりこれ相手にリアクションすることが大切なので、相手の表情に答える、相手のセリフに答えるってことにちょっと意識を向けて、やめというまで嘘本当を続けていってほしいと思います。こういうああいうじゃなくて、これ相手に答えること、そのことがとても重要です。まあ、やってみようか。はい、はい、じゃあお願いします。嘘。本当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 。そう、本当。そう、本当。そう、ありがとうございます。これ結構こんだけだけど、で、多分そういう表情しようと思ってるんじゃない、自然にそうなってるんだと思うんだけど、で自分の表情を見ないでやってるからなんだけど、結構こうリアクションしようと思うと結構ね、いろんな表情するもんだね。面白いかなと思います。相手はその表情を見て答えてるのね。それがすごくこのエクササイズの重要なところです。で、嘘本当もなんとなく変容していったの分かります。変えようとかこう言おうとか思ってないので、単に2人は相手のセリフ、表情を見てセリフを聞いてそれに答えようとしているだけです。
このようにやることがとても重要かなっていうふうに思います。ちょっと、同じ嘘本当で別のことを意識してもらおうかな。どっかで必ず間を入れてほしいかなって思います。でもし何だったら相手のセリフも相手の表情も見ないで、画面から立って後ろ向いちゃうみたいなことがあってもいいです。でまた戻ってくるっていうのがあってもいいです。わかりました。動いてもいいけどセリフ言わないところがあってもいいかなと思います。どっかで意識的に間を入れてみてください。ね、間っていうのは漢字で書くと間、時間の間っていう字を、書きます。台本でも間って書いてあることがあります。あれは間というものではなく間と読みます。間っていうのは休み時間なんではなく何かドラマは続いているんだけどセリフはない瞬間、そういうのを間っています。ちょっと今その間を入れることを意識して、同じことをやってみていただこうかなと思います。よろしいですか？はい、あります。嘘。ほんと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 。さあ。ほんと。嘘。ほんと。嘘。ほんと。嘘嘘嘘嘘嘘。ほんと。加藤どっか行っちゃえ。画面からどっか行っちゃえ。加藤聞こえる？どっかもういいから。嘘。ほんと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 。嘘。嘘嘘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 。ありがとうございます。正直なことを言うと私もこのエクササイズ対面でやるときにはよくやるエクササイズなんだけど、ズームでやったの初めてです。結構面白いね。そうですね、見てて面白い。なんか普通にやってる以上に相手役が画面からいなくなると妙に不安にならない。ちょっと勇気いる感じだね。出てっちゃう。そうですね。見てる感じだと、はい、もっと安心して、安心してじゃないな、もっといなくなっちゃってもいいかなと思った。ちょっと間が短かったかな、出てった時。もうちょっと、間を置いてから、相手役を、その方がより不安になったんじゃないかなっていうふうに見えたんで、そういう時間をどう過ごすかなのね。演技って、ちょっともう一回だけこれでやってみようか。思い切ってちょっと、はい、間を入れちゃって構わないので、わかりました。ちょっとやってみようと思います。なんだったら全く同じようにやらなくてもいいんだよ。ももちゃんの方がそういうふうに、していただいてもよろしいかなと思います。はい、やります。嘘。本当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 。本当。嘘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 。本当。本当。嘘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 。ありがとうございます。もしかしたら加藤君もっと長くてもいいぐらいかもしれない。ああ、マジか。面白いなと、見てて面白いなと思ったのは、まあまあもっと長くてもいいかなと思ったんだけど、帰ってきた後に、なんかももちゃんが、本当って言ってるじゃない。その本当の意味が、ちょっと最初と違ってくる。ああ、安心したみたいな、入ってるような、ああ、戻ってきたみたいな、
そういう本当だったりとか、セリフってね、喋ってる言葉とは違う意味の本当の何か、本当の意味みたいなものが中に入ってるのね。そういうのサブテキストって言ったりしますが、なんかそういうサブテキストが今すごく見ていて面白かったかなっていうふうに思います。はい、皆さんも試してみてください。ちょっと他のを嘘本当でやってみようと思います。2回目のレッスンで、アクション動詞ってやったの覚えてますか？嘘本当にアクション動詞をそれぞれ今指定するので入れてやってみようかなっていうふうに思います。でこの時にこのアクション動詞、お二人もちょっと聞いてていただきたいんだけれども、アクション動詞は始まった時のアクション動詞、直近の目的って言ったりします。始めた時の第一声第二声、そのアクション動詞を心の中に持って言ってってほしいと思います。だんだんそれでやってるうちに、ちゃんと反応してると、何かストーリーが変わってきます。さっきみたいにもね、いなくなっちゃって帰ってきた後ではなんとなく関係性が違って見えたよね。そういうことが起こってきます。あくまでもアクション動詞は始める時の、始めたどこまでか分かんないけど、どっかまでの途中までのアクション動詞なんだと思ってください。で、じゃあ同じ嘘本当で、加藤くんが嘘だったっけ？はい、やろうか。じゃあ加藤くんがこれね、こういうふうにやってください。相手をバカにする、バカにする、本当の人は相手を説得する、そこから始めようと思います。はい、バカにする、説得する、で始めてみようかなと思います。はい、さっきみたいに、ちょっと離れたりとかどっかいなくなっちゃったりとかもありなので、そのぐらいのアクションは使ってやってくれるといいかなっていうふうに思います。はい、よろしいでしょうか？はい、うそ、ほんと、うそ、ほんと、うそ、うそ、ほんと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 、うそ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 、ほんと、嘘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 、本当、嘘、本当、嘘、本当。はい、ありがとうございます。とても良かったかなと思います。なんか、じゃあ先に2人に聞いてみようか。なんか途中で変わった、なんかどんな風に、感じ方が変わったか、じゃあ加藤くんの方から聞いてみようかな。なんかその一回間を取ってさっきの倍ぐらい取ってやろうと思って出て行ったんですけど、なんかすごいこう遠くから聞こえてきた時にやり場のない怒りみたいなのが湧いてきて、どう返してやろうかなっていう、どう怒りをぶつけてやろうかなっていう気持ちに変わったので、すごいなんて言うんですか、やりやすいというか面白かったですね。感情がやりやすいというのは感情がなんか乗ってきやすかった。あ、そうです、そうです。クリアにそれが見えたよね。なんか戻ってきたらなんか怒ってたよね。いや、でもいいことだと思います。ももちゃんの方は、どんな風に感じましたか？どんな流れがあったのか。最初は強く説得に出てたんですけど、もう去っていっちゃった時にちょっと悲しくなっちゃって、帰ってきても怒ってたんで、なんだろう、なんかすがる説得になりました。変わりました。よりなんか悲しそうに見えたのと、よりなんか怒ってるしね、なんか怒ってたねなんかやっぱのない感じみたいのが確かに見
て取れたかな、うん、これは本当に誠実に正直にリアルな感情を使ってやってるんだと思います、誠実に相手に答えてるとリアルな感情みたいなのが出てきます、そのことが演じるときにとても大切なことだと思います。もう一つ、違うやり方でやってみようかなっていうふうに思います。この間のレッスンで魔法の模試っていうのをやったのを覚えてますか？じゃあ魔法の模試を使って、ちょっと嘘本当をやってみようかなっていうふうに思います。もしこの二人が恋人同士だとしたら、恋人同士だとしての設定ね。付き合ってんのね。付き合ってんのね。で、もしこの会話が女の子の方に男の子が私さなんとか君と付き合うことにしたんだごめんねって言われた後の嘘本当なんだと思ってやってみてください。もしごめんね加藤君なんとか君とさ私付き合うことにしたんだわって言われた後の嘘本当なんだと思ってやってください。 OK?Okay. はい、いいかな。嘘。本当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 。嘘。嘘。いや、嘘。嘘。本当。本当。嘘。本当。嘘。嘘。これあれだね、多分なんだけど、やっとでも面白かった。結構面白いな、これ。そうだと思うんだ。これやってみたらきっとね、そんなにね、みんなも結構 Wi-Fi のこれカクカクしたりとか、ちょっと相手が見えづらかったりすることって起こっちゃうと思うのね。Wi-Fi の環境によるものだと思うんだけど、それも含めてなんだと思ってください。それも含めて、どう相手に、答えていくのか。なんか時にね、画像だけ固まっちゃうこともあるのね。で、声だけ聞こえてきたり、それはそれでそれに答えてみるといいと思います。で、正直言って私もこれ、Zoom でやったの初めてなんですね。結構見てて面白いなと思いました。ちょっと舞台のっていうよりも映像の演技に近いかな、感じとしては。でも、とても、面白かったし、良かったかなと思いました。あえて言えば、やっぱりあれ今いなくなったのももちゃんの方だよね。はい。やっぱあれだね、もうちょっとももちゃんも間を取ってもよかったかなって、そしたらもっとその間が、加藤君に影響を与えられたんじゃないかなっていうふうに思う。そしたら今、まあ、割となんかその心情感情みたいなのが伝わる、2人のね、なんとなく悪いなと思いつつ、まあしゃあないなみたいな、その女の子の方のあれと、それはよく分かったんだけど、割とそこで終わってっちゃった感じがして、ちょっとあそこで長い間を取ったら、なんか加藤君の感情とかももちゃんの感情とかが変わってきたのかなっていうふうに思ったんで、これね、結構ね、思い切って間を取ること、これ普通のね、芝居をしている時もそうなんだ、対面の芝居をしている時もそうなんだけど、思い切って間を取るとか、そういうことってね、とてもね、大切かなっていうふうに思います。でね、これ見て、こう誰かがリードしてた方がいいと思うんだけど、もうちょっと間を取った方がいいよ、まだ言わない方がいいよとか、そこで言うっていうことも結構大切だと思います。で、稽古してる時にはね、
大切かなっていうふうに思います。実感としてね、なんかね、役者ってやっぱりね、早くセリフ言わなきゃみたいにね、思っちゃうもんなんだね、きっとね。なんかそのあたりのことに注意してやると、よりなんかこう展開していったのかなっていうふうに思いました。どんなふうに思った？最後にちょっと2人でお二人の感想を聞いて終わりにしたいと思いますが、あ、じゃあ加藤君からいこうか。はい、なんかものすごくその家でやってる分、その舞台とかけ離れてるし、ものすごいこうやりにくいなって思う反面、なんか逆にこうすぐに想像を変えられる余地とか、こう逆に相手が見えないこととか固まることによって起きる 1,2 秒のラグであったりが面白いなっていう、こう無理やり自分の持ってないやりたくない間とかに持っていかれて、でそこから新しい展開が生まれるみたいなことがあって、すごいなんかこう勉強になるというか、ものすごい今日面白かったです。それは良かったです。ありがとうございました。ももちゃんの方はどうだった？私も加藤くんと一緒で、やっぱり対面じゃない間がやっぱり難しいんですけど、反応しにくくもあり、しやすくなる、なんか使えるなって思って、今私ちょっと動きあんまり動けなかったんですけど、ちょっと広めに撮ったら結構動けるなって思いました。いろんなアピールができるなって思いましたね。自分ではそんなに気づかないかもしれないけど、結構引いた時とか、こう画面から小さくなると相手役の方は結構インパクトがあるのね。なんかボンキにしてるみたいな風にちょっと見えたりとか、結構あの割と相手役にはインパクトを持つものなので、結構みんなもね、やるときに少しこう空間持ってやるとやりやすいかもしれないね。このことは、みんな読み合わせってやるよね。舞台作る前に台本の読み合わせってみんなでやると思うんだけど、読み合わせに十分この Zoom などなどのオンラインのシステムは使えるんじゃないかなっていうふうに思います。この発展系が読み合わせになっていて、でまたみんなで会えるようになったら、それが劇になっていくのかな、芝居になっていくのかなっていうふうに思うので、今でも十分、劇の練習、読み合わせ、でこれやった段階でやってみて、うん、この役どうなのかなとか、ここああなのかなみたいなことは十分 Zoom で話し合えるので、今でもたくさんみんなできることがあるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、ね、できないできないってなんか言っててもしょうがないし、今何ができるんだろう、もしかしたら今これをやってみたことで、普段気づかなかったことを気づくかもしれないので、前向きにこの状況を捉えて、みんな、劇作りを進めていってくれたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。今日は以上です。今日はありがとうございました。4年生のお二人でした。ありがとうございました。